総皇后は、北宋の第四代皇帝、人宗の二人目の皇后。送り名は、自称皇婚。建国の玄君、総品の逸尾の宗の娘として生まれる。明道二年、各皇后が廃されたため皇后として昇平され、慶介元年に作立される。慈悲深く執実な人柄で、禁煙に畑を作って、主事の穀物を育て、また養蚕を好み、 不白を作ることに巧みであった。喜び歴八年正月三日、宮中の衛兵が乱を起こし、神殿へ侵入した。この時、皇后はまさに神宗の側にいたが、いち早く異変を察して、扉を封じ、都知事の王を守る中に命じて、軍隊を派遣させた。また、族が火を放つことを懸念して、密かに人をやって、水を任せておいたところ、 果たして族は松明をすだれへ投げてきたが、すべて水に浸かって消えた。夕方になると、広報は待機していた自身らのもとへ赴き、手図からその紙を切り、明日の論考交渉で、あなた方がここにいたことを、この切られた紙で示しなさい。と言った。これによって、彼らは大いに奮起し、死力を尽くして戦ったので、反乱はたちまち鎮圧された。八年。 人相が休止すると、総皇后は、皇太后として、英雄を補佐し、調整に臨んだ。後に、英雄が病にかかると、皇太后に対して国事に関する権限を同じくする、要う太い、は、高級ではなく、朝廷で政治を司った。しかし、決して害を通すようなことはせず、未決の掃除があるときは、皆さんでもう一度、審議なさいと言い渡すのが常であった。 よく継承や師匠を紐解いて、決裁の助けとし、自分の仕事は人任せにせず、寸家を惜しんで勤めたため、官渉の勤務態度も祝然とした。新僧が即位すると、宗志を尊んで、不登校退合とし、その住まいを、刑事軍と命名した。新僧はすこぶる高校心が熱く、倉庫を迎える時はあらゆるもてなしを行い、彼女に同行する時は常に先払いして歩くほどで、 あった。双幸もまた、朝夕に、屏風の影から皇帝に挨拶し、自ら禅を運ばせて親しく会食することもあった。双幸号が、水質をわずらい既得に陥ると、真僧は、神職も忘れて付き添ったという。元宝二年冬、双幸号は崩御し、栄明良領に葬られた。真僧の知性は、王安石が、神宝による改革を実行した時期にあたる。 双方は改革に対し、請求に法を改めるべきではないと考えており、そのように真相へ一見したという記事が、創始に見える。ある時、真相が双方のもとへ赴くと、こうは言った。昔、私は民が苦しんでいると聞くと、必ず人相陛下に、これを伝え、そのお許しを得て、行動を起こしてきました。今、それをあなたにも行おうと思います。 真相が今そのような事柄があるでしょうかと言ったところ、双方は今の民は青苗や助役の方に苦しんでいると聞きます。このような方はおやめになってください。王安石は誠に最智と学問を備えた人物ではありますが彼を恨む者もは,なはだ多いのです。帝に置かれては安石を相席するあまりこれをかばっておられますがしばらくは彼を 国事の外へ追うべきです。と痛めた。しかし、人相の知性末期から深刻化してきた社会的、政治的な矛盾に対して行動を起こす必要性を感じていた真相はそれを入れず、王安石を支持し続けた。一方、双方の方は、祖職の恩赦を願い出ている。祖職は、人となり傍若無人なところがあり、加えて直言の人であったため、 投獄されている間、彼の資材を求める運動が広がっていたという。祖職と祖鉄は、人相の頃に成果の功績があったため、総公はこれを理由に社名をお願い出た。これには真相も折れたという。総志巻獣、人相期敬助元年9月更新状、勝立工業総志、ありがとうございます。